はい、今日はね、新しくなって鈴木から出ましたね、スイフト、パッと見ものすごくこうなんか前に押し出してたくましくから四隅にこう車をねこう力強く踏ん張らせたような感じになってきたんですが、まあ新しくなったスイフトと、まあ比較する車としてね、お値段も大きさもほとんど同じのホンダのフィット、この2台を試してみたいと思います。ほら、ショックアブのさ、作動スピード変えて、こうやってやっても何にも変わらない。もう本当スプリングが支配的、この足は。あ、そういうことなんですね。前足は。うん。こう来たか。ほう、全然ロールしない方。ああ。ほう。ブレーキ踏みながら、いい、踏めちゃう。ほう。ほう。ああ、確かに。見て、この前の反応。これ、素直だよ。これバネだけだよ、この反応は。はあ、だからこれこうやって突っ込んでいっても全然怖くない方。ほう、前はドシッとついちゃってる。なるほどね。うん、あ、こうやってきたかって、こういう感じだね、これ。うん、いや、このね、バネの抑え込んだ感覚とこのリアのトーションビームの動き方がすごくいいね、うん、動きすぎなくていいね。いいよこれ、本当に。お、絵に描いたようなトーションビームのこうゴルフのトーションビームの使い方でよく似てる、これ。なるほど、ね、これよくできてるわ。全然この足は不安感ない。いや、だけど何度も言うようにスプリング4本で素直な動きで支えて均等化してんだけど、ショックアブが減衰してくんないから上質感がないんだよ。いや、だから乗ってる芸人は面白いよ、これ。こうやって振り回してこうやって乗ってる芸人は面白いけど、じゃあちょっとこう上質感なんか求めようとすると、ちょっと前型よりはむしろちょっと荒くなってるかなって。これ今この30キロぐらいから全開するよね。これで全開、こうやってモーターが助けた、はい、40キロ、もうこの辺からモーターなくなると今度エンジン伸びなくなっちゃう。だから今度 1.2 リッター3気筒っていうのに対してモーターのこういうちょっと助けてあげるアシストトルクなくなっちゃうから、逆に上の伸び感はむしろ物足りなくなっちゃうんだよね。エンジンとしては 1.2 リッターは全部悪くないじゃんと思うけど、ただどうしても40キロ以下の下のところでグイッてモーターが一押ししてくれるの知っちゃうと、なんかちょっとさ、まあね、うん、足りねえなって錯覚しちゃうんだよな。なんだけど、例えばね、こんな上り続ける道ってそんなにないし、都内の坂道とか都内も結構あるじゃん、うん、じゃあ普通の街の中ね、ああいう時にはこのアシストっていいよね。なんか後ろがドンドンってくるんだ。これ後ろのボディ剛性がやっぱりないんだな。それと後ろの足のブッシュは硬いな、これ。おー、リアのこれもトーションビームだと思うけど、はい、これはそうですね、うん、リアのブッシュが硬くて、リアのボディフロア剛性がこっちの方が低いよね、間違いなく。だから音がおそらく屋根上がっちゃってんだと思う。あ、そういうことか、うん。さっきはさ、うん、シフト前からこうしっかり両輪安定して後ろが追従していくよ、はい、これ逆なんだ。後ろの動きを、これこそ後ろが軸になってて、うん、昔からやってる前を、FF の前を柔らかくして、うんうんうん、入りを良くして、うんうん、後ろで踏ん張らせるっていう、はいはい、こういう、こういう方、方、うん、先フロントが巻き込んでいっちゃう、そうですね、方、方、ね、全く違うでしょ、この特性、全く逆だよ ね、 そうですね。だからスイフトとこのフィットノブと本当に逆だなって、真逆だなって。い、ね、うん、いや、これも左右差がなくて
悪くないんだよ。あ、悪くないんだけどマイルドだよね。だからこうストロークしてから動くから、こいつはさっきはストロークする前にパンって動くから、バネが、はいはいはい、バネが突発しててね。だから1回2回3回4回ってこう間がさ大きいのよ、うん、でこういう段差を越えても1回こうバネはパンって動こうとするとその後ショックがこうやって減衰して動きを止めてくれるのよ、うん、ほらですね、うん、子供を乗っけながら街の中運転するよ、はい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 、っていうんだったらこっちの方が使いやすいかもしれないよね。やっぱモーターですね。ね、もうトルクフルだよね。いや、これでパワー不足感じるかったらパワー不足は感じないよね。モータートルクがあったらもうこんなところは楽勝だよね。ただホンダの場合ちょっとこう一定速で走ってても発電するとエンジンの吸気音が騒音がすごい入ってくるよね。でおそらくこれカウルトップのシーリングラバーなんかみんな切れてんじゃん、この車なんかスカスカじゃん。はい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 、はい、ああいうところがちょっとネックかもしれない。あのスイフト新しくなったんですが、まあ、確かにあの本当にこう四隅をきちんと張り出してこう地に足をつけた、あそこにこう大きな上を乗っけましたよ。からちょっとフロントはモダンチックにね、こうパーティングを入れてこういろんなねこうラインでこう演出しますよってこういうデザインやってきたんですが、あのちょっとねやっぱりこういうここにこういうラインの途中でこうやって切りますとね、こうやってあったりヘッドランプのところが急に幅が太くなってみたりで、ここで狭くなってまた太くなってみたり、やっぱりこのラインがこう行き場所を失っちゃったりしてますよね。まあ、あの一方こうやってフィットを見ると綺麗にワンラインでこうつながってくるよ。やっぱり狙いは分かるんですが、フィニッシュとして本当にまとめきれてるかっていうのはちょっとね、ありますね。それからもう一つはね、このピラーをすごくこう立ててきたんですね。逆にボンネット長くしてピラーを立てて、むしろこのピラーの延長上が FR のスポーツ車みたいなこういうフィーリングを持ってくるよ。 FR のスポーツ車みたいなフィーリング、 FF の一つの新しい綺麗な面を出そう、でも四隅はきちんと地面にくっつけちゃおうよ。あのこんなこうデザイン構成で持ってきたわけですね。まあ、あのすごくこうスイフト独特のプロポーションが作れてて、やっぱり存在感があっていいと思いますね。まあ、たださっき言いましたようにこういうパーティングの取り方であったり、もう一つはこのリアのねオープニングも FF なんで、こんな FR のチェーンを巻く以上のオープニングなんか必要ないわけで、こういうところはもっときちっとこう詰めて、もう全体のこうバランスと質感を上げてもらえればな。あとバックドアのこのパーティングもそうなんですね。ここもすごくパーティングが広くて、で狭くなって、あのバラバラにこうパーティング線がいくつもあるんですね。やっぱりこういう仕上げを全型はこうもっと綺麗にやってたんですが、やっぱりちょっとこういうところがこう今度の方っていうのはどうかなと。からもう一つやっぱりフルドアなんですね。フルドアっていうタイプで、フルドアこれ一つのもちろんデザインとしていいんですが、これ途中で切るとね、こっから雪やなんか乗っかってた時、雨乗った時にみんな落っこってきちゃうんですね。やっぱりこういうフルドアのパーティングを切る時にはやっぱり雪や雨ももう少しこう考慮して決めてほしいですし、僕正直言うとスイフトって車はこうユーザーの日常の生活の中ですごくこうユーザーサイドにこう入ってって、使い勝手やデザインやあらゆるものをこう決めたこうおもてなしみたいな世界を感じてたんですが、あの今回の新型確かに乗るとねバネも硬くなってレスポンス良くなってキュッキュッキュッだけど、やっぱりバネ硬くして触覚抜いちゃった分ちょっとね全体的に車がこうショックアームがこなしてた質感ってものが薄くなって、ダイナミックな面白さは増えたんだけど、車としての上質感はちょっとこう走りの中からもあの落ちてきちゃったかな。むしろエンジンも、マイルドハイブリッド込みで良くなってます。もう加速するとモーターでグッと出てから
エンジンがふーっと入ってくる。やっぱり今の技術でパワートレインも良くなりました。走りもバネを硬くして面白くしました。だけどショックアブはちょっと抜き気味になったんで、ロードノイズや乗り心地の滑らかさがちょっとむしろ全型より荒っぽくなりましたよ。そういうものを含めてね、走りは楽しい、デザインはたくましい、だけどやっぱりおもてなしや上質感の部分が全型に比べるとだいぶちょっとこうどっかへ置いてきちゃったかな、こんな感じがする車になりましたね。まあ本当にスイフト、このお値段でこの仕様でこう頑張ってる車だと思うんですが、これにもう一つおもてなしと上質さ、全型が持ってた良さをね、もう一回どっかでこう見つけてもらえればなというふうに思います。まあ進化としてはこういう進化しました、理解できる車だと思います。一方のフィットですが、もうこれはもう皆さんご存知のようにね、もうずっと作り続けてるんで相当玉成されてますよね。でハンドリングも全くこの2台逆なんですね。スイフトは前の2つのタイヤをしっかり地面につけて、まず前で走るよ、タイヤもきちんと地面にくっついてガチッとロードグリップしてるよ、反応も早いよ、リアサスペンションが前が先行った分後できちんと収束してこう突き詰まわせるよ、走ってく前後ろできちんと合わせてあげるリア、こういうセッティングになってんですね。フィット逆なんですね。後ろを軸にしてきちんと、これあんまり動かさないようにして、むしろ前をこうペコペコ動かして、はい前がレスポンスよく入りますよ、パーン入ります入ります、後ろがちょっと待てよ、前はちゃんと動くように俺がちゃんと踏ん張っててあげるから、後ろを起点にしたフロントの応答性、前のがっちりしたロードグリップを基準にした後ろのいなし、全くこれサスペンションの合わせ方向全く対照的に違う車なんですね。まああえて言うとこれは今時のトレンドの合わせ方ですし、これはちょっと一昔前の FF の合わせ方なんですね。まあどっちがいい悪いじゃなくて、やっぱり一人でこういう山道を走って運転楽しむんならこういうセッティングがいいでしょうし、都会のこう街の中や小さな路地をこう小気味よく走るんならこっちのセッティングだろうが使いやすいと思いますし、やっぱりこういう同じような2台でも俺は運転して楽しみてんだって、もうちょっとこう子供にも優しくファミリーチックに使いたいんだ、この辺のこう使い方を見ながらね、この2台を選べばいいんじゃないかな。本当に同じ値段で同じカテゴリーの車なんですが、全く狙う方向が違うよって極端に出てくる今回の2台でした。